アメリカン航空191便墜落事故とは、1979年5月25日にアメリカン航空の定期旅客便だった DC-10 型機がシカゴヘア空港を離陸した直後に墜落した航空事故である。搭乗者271人全員と地上で巻き込まれた2人が死亡した。2021年現在、テロ事件を除くアメリカの航空事故における最大の 犠牲者数である。離陸時の機種上げの際に、左主翼下のエンジンとパイロンが機体から分離した。同時に、油圧系統が損傷して、左翼外側のスラットが引き込まれてしまい、左翼だけがより高速で失速しやすい状態になった。緊急時の手順通りに飛行速度を落とした結果、左翼だけが失速状態になった。しかし、 一部の警報装置が機能を停止していたので、パイロットは状況が把握できなかった。そのまま機体は急激に左に横転し、離陸から30秒で墜落した。事故原因として当初は設計不良が疑われ、アメリカ連邦航空局は DC-10 型機の形式証明の効力を一時停止した。 世間からは DC-10 型機の安全性に厳しい目が向けられた。しかし調査の結果、航空会社の不適切な整備がパイロン分離の原因であることが判明した。本事故を受けて整備手順の監督体制が強化された、ほか、機体の設計変更が行われ、エンジン停止時の飛行速度も見直された。o r d ラックス1 9 1便の出発地である。 シカゴオヘア国際空港と目的地であったロサンゼルス国際空港の位置。事故はオヘア国際空港離陸直後に発生した。アメリカン航空191便はアメリカ合衆国の国内定期便であり、イリノイ州シカゴのオヘア国際空港発、カリフォルニア州ロサンゼルスのロサンゼルス国際空港行きであった。1979年5月25日の便には、 乗客258人と乗員13人の計271人が登場していた。1974年にオヘア国際空港で撮影された自己機使用機材は DC-10 から10型機であった。DC-10 型機は左右の主翼下に1機ずつと垂直尾翼の付け根に1機、合計3機のターボファンエンジンを備えた旅客機である。機体記号は n の 110AA であり、エンジンは、ゼネラルエレクトリック社の CEF6 から 6D だった。1972年2月25日に、アメリカン航空に納入され、事故までの7年間の飛行時間は2万時間弱であった。飛行記録やメンテナンス記録には、事故前日の1979年5月24日までの機械的不具合は記録されていなかった。事故当日の記録は、 機体のログブックに閉じられており、事故によって喪失した。この日の191便の機長は1950年にアメリカン航空に入社した。彼は、コンベア240、コンベア990、ロッキード L-188、ボーイング727、707、ダグラス DC-6、DC-7 などの運航資格を有し、 1971年12月に DC-10 型機の運航資格を取得した。総飛行時間は22,500時間で、そのうち DC-10 型機の機長としての飛行経験は3,000時間であった。副操縦士は49歳であり、1966年にアメリカン航空に入社し、1977年7月に、 DC-10 型機の運行資格を取得した。9275時間の飛行時間を有し、そのうち1080時間が DC-10 型機によるものだった。航空機関士は56歳であり、1955年にアメリカン航空に入社し、1971年9月に DC-10 型機の運行資格を取得した。航空機関士としての飛行時間は、 1> 約1万5000時間であり、DC-10 型機での飛行は750時間であった。客室乗務員の10名全員は、DC-10 型機の乗務に必要な要件を満たしていた。アメリカ中部夏時間14時59分、オ部ア国際空港のゲートから滑走路 32R まで地上滑走した。エンジン始動からプッシュバックと、 地上滑走の開始までを見守っていた、整備員は特に異常を感じることはなかった。当時の天候は晴れで、指定は15マイル、地上付近は風速22ノットの北西の風が吹いていた。15時2分、191便は離陸許可を得て、滑走路 32R で離陸滑走を開始した。コックピットボイスレコーダーには V1、VR を読み上げる声が記録されていた。 DC-10 型機のエンジン配置。ここまで順調に離陸滑走が続いたが、不要のための機種上げ操作時に、左翼から第一エンジンがパイロンと共に分離した。パイロンとエンジンは翼の前方上側に巻き上がり、翼の上を通過して滑走路に落下した。さらに、左翼の前沿部0.9メートルも脱落した。第一エンジンのパイロンが外れたあたりから白煙、または、 霧状のものが出ているのも目撃されている。エンジン分離を目の当たりにした管制官は、直ちにアメリカン航空191便、引き返したいか、どの滑走路か、と無線で尋ねたが、返答はなかった。滑走路上に散乱する残骸191便は、離陸を継続し、アメリカン航空が定めたエンジン停止時の緊急手順に従ってパイロットは、 飛行速度を調整した。機体が地面から140フィートまで上昇した時点で速度は172ノットに達していた。機体は上昇を続けたが、ここから減速し始めて325フィートまで上昇したところで速度は159ノットとなった。ここで機体が左へ傾き出し、毎秒4度以上の急激なロールが始まった。続いて、 急激に左への機種ぶりが始まり、さらに機種が下がって降下しだした。ロール運動は垂直を超えるまで続き、15時4分ごろ、左翼と機種を下げた姿勢で墜落した。191便の墜落現場の空撮写真。墜落地点は滑走路 32R の離陸側終端から北西に約4600フィートにある開けた土地だった。機体は爆発し、 墜落の衝撃と火災で破壊された。残骸は墜落地点とその隣にあったトレーラーパークに飛散した。この火災によって倉庫として使用されていた古い格納庫など墜落地点付近の6棟が全焼し、トレーラーハウスも5棟が全半焼した。墜落地点から約100メートルの場所にいた目撃者は見上げると炎の雨が降ってきたと述べている。 搭乗者271人は全員死亡し、地上にいた二人も巻き込まれて、死亡、二人が火傷を負った。犠牲者の遺体は墜落の衝撃と火災で激しく離断、損傷して散乱し、現場に駆けつけた、消防士は、遺体が男性か女性か、あるいは大人か子供かもわからない状況だったと、証言している。シカゴのクック群病院では、事故の知らせを受けて、 直ちに災害対応の緊急体制が敷かれた。しかし、1時間も経たないうちに生存者がいないとの連絡とともに体制が解除され、病院職員たちは衝撃を受けた。アメリカの国家運輸安全委員会が自己調査を行った。墜落地点の機体の残骸は激しく分解して散乱しており、それらからは有益な情報がほとんど得られなかった。しかし、 フライトデータレコーダーとボイスレコーダーは火災や熱を免れ回収に成功した。構造的な損傷によって2箇所で計6秒分のデータが欠落したが大部分のデータは復元された。フライトデータレコーダーは離陸滑走中のデータを50秒間と空中でのデータを31秒間記録していた。一方、コックピットボイスレコーダーは第一エンジンの分離と ほぼ同時に機能停止していた。これはコックピットボイスレコーダーの電力を得ていた第一エンジンの発電機からの給電がエンジン分離によって停止したからであった。コックピットボイスレコーダーに最後に残された音声はダームであった。またフライトデータレコーダーでも第1エンジンから電力を得ていたデータだけ同時に記録が途絶えていた。 空港の敷地内に落ちていた第一エンジンのパイロン関係部品は有力な手がかりとなった。第一エンジンとパイロンが滑走路 32R の出発側の端から6953フィートを越えたところで中心線から右へ19フィートそれた地点から回収された。また第一エンジンのカウリング突破イロン直上の主翼前縁の一部もその付近で発見された。 乗員の検視及び毒性学的検査の結果、操縦に影響を及ぼすような生理学的問題は示されなかった。目撃者の証言やフライトデータレコーダーの記録、そして機体部品の落下状況からエンジンとパイロンが一体で機種上げ時か、その直後に分離し、同じ頃機体が不要したことは確実と言えた。 この時自己機の速度は離陸決心速度を超えていたので、パイロットは規定通り離陸を続行しており、当時の状況では適正な判断であった。ZADC-10 型機の第一エンジンとパイロンの断面図。回 WD ウィング、パイロンアタッチポイントの位置にフォワードパイロン、バルカヘッド、アフトウィング、パイロンアタッチフィッティングの位置にアフトパイロン、バルカヘッドがある。 DC-10 型機を左側から見る。写真は貨物型だが主翼やエンジンは基本的に事故機と同じである。事故調査委員会はなぜ第一エンジンとパイロンが分離したかを調査した。DC-10 型機の第一エンジンと左主翼の断面図が J である。エンジンはパイロンを介して主翼の下側前方に吊り下げられている。エンジンとパイロンは 基本的に前後2箇所で接合されており、パイロンと主翼も前後2箇所で接合されている。パイロンが主翼と接合される構造物の中で強度的役割を果たす部品はバルカヘッドと呼ばれ、前側がフォワードパイロンバルクヘッド、後ろ側がアフトパイロンバルクヘッドである。パイロンの接合部は徹底的に調査され、パイロンの分離は アフトパイロンバルクヘッドの上部から始まったと結論付けられた。フォワードパイロンバルクヘッドの分離点における破壊や変形は全て過過重によるものであった。一方、アフトパイロンバルクヘッドでは上部フランジの一部に3インチの疲労亀裂があり、それ以外の破壊や変形は全て過過重によるものであった。また、アフトパイロンバルクヘッドの上側は翼側に残っていた。 変形と破壊の状況からパイロンの分解はアフトパイロンバルクヘッドから始まりこれがパイロンの後端を下方活動体側へ動かしパイロン全体の分離に至ったと結論付けられた機種上げ時にバルクヘッドには垂直した向きの引っ張り荷重がかかっておりパイロン分離の順序や動きの方向はこの荷重と整合性が取れるものであった事故調査委員会はバルクヘッドが どの時点で破壊したかを正確には特定できなかったが、離陸滑走時の機種上げ時に破壊したことは、ほぼ確実であった。アフトパイロンバルクヘッドの上部フランジには、翼側の固定部品が接触したことを示す変形が、残っていた。バルクヘッドを翼に取り付けた状態では、フランジと翼側部品との間には、通常0.5インチの隙間ができるはずであった。 フランジの接触痕は、フランジに生じた課題応力による亀裂が、整備時のパイロンの取り外し作業中に発生したことを示すものだった。事故機の第一エンジンと第一パイロンは、事故の8週間前に一度取り外されていた。この時の作業は、マクドネル・ダグラス社がユーザーに出した技術情報に基づき、パイロンと主翼をつなぐ軸受けを交換するためのものであった。 同じ整備プログラムでアメリカン航空とコンチネンタル航空の DC-10 型機がエンジンとパイロンの取り外し作業を行っていた。事故機以外にアメリカン航空の4機とコンチネンタル航空の2機からアフトパイロンバルクヘッドに事故機と同様の亀裂が発見された。亀裂が整備作業中に生じたことは別の2機からも確証が得られた。コンチネンタル航空ではこの事故前に パイロンの脱着作業中にバルカヘッドを2度損傷していたが、それぞれマクドネル・ダグラス社が認めた方法で再修理されていた。コンチネンタル航空はこの時の損傷を整備ミスに起因するものであって重要な問題ではないと判断した。同社はマクドネル・ダグラス社には報告していたが、アメリカの連邦航空局には報告しなかった。 アフトパイロンバルコヘッドの上部フランジの過荷重による亀裂は両航空会社の不適切な整備手順に起因することが判明した。メーカーであるマクドネルダグラス社が推奨した正規手順では、まずエンジンをパイロンから取り外し、その後パイロンを主翼から取り外すことになっていた。しかし、両航空会社は整備時間を短縮するため、 推奨手順から逸脱した手順を開発した。その手順とは、エンジンとパイロンを一体にしたままで、全重量をフォークリフトで支えて取り下ろす方法であった。エンジンを取り外す際には、油圧系統や燃料系統の配管や、電気配線などを切り離す必要がある。エンジンを外した後にパイロンを外す正規の手順では72カ所の切り離し作業が必要であったが、 アメリカン航空の開発した方式では27カ所にまで短縮できた。アメリカン航空はこの手順の是非をマクドネル・ダグラス社に問い合わせていた。マクドネル・ダグラス社は推奨できない方法だと回答したが、同社は航空会社の手順に対して承認や禁止をする権限を持っていなかった。アメリカン航空はエンジンとパイロンを一体で取り外す手順を採用した。 1979年3月29日から31日にかけてフォークリフトを用いて自故機のエンジンを着脱する作業が実施された。その時の手順は次の通りであった。まず、エンジンの保持台をエンジンに当てがい、エンジン、パイロン、そして保持台全体の重心位置にフォークリフトを移動させた。次に、エンジンパイロン、保持台の全重量をフォークリフトによって支えた。 そして、パイロンと主翼の接合部を外して、フォークリフトを下げた。パイロンと翼をつなぐ軸受けを点検、交換した後、再びフォークリフトを上げて、翼との結合部を固定した。DC-10 型機の第1、第3エンジンは、主翼の前方に突き出しており、フォークリフトで支える、中心位置は、フォワードパイロンバルクヘッドより、前方にあった。また、 パイロンと翼の結合部における構造部在間の距離はわずかしかなく 1mm のズレや変形も許されない繊細なものであったアメリカン航空の手順ではパイロンを翼から外す際にアフトパイロンバルクヘッドの結合部から外していたこの時フォークリフトがエンジンを支える力が抜けるとフォワードパイロンバルクヘッドを旋回軸として パイロン後部が翼に接触することになる。フォークリフトはその仕組み上、運転者が感知できない程度にフォークが下がってしまう可能性があり、ミリメートル単位の精密な調整はほぼ不可能であった。事故機の作業に当たった整備員のうち2人がアフトパイロンバルコヘッドの上部が翼側の固定部品に当たっているのを見たと証言した。この動きは、 アフトパイロンバルクヘッドの上部フランジの変形と整合性のあるものであった。事故後の実験により、事故機と同程度にフランジが変形すると、過荷重による亀裂が発生することが確認された。実際、事故機のアフトパイロンバルクヘッドには、過荷重による破壊と疲労によって事故前に発生していたと判定される亀裂が見つかった。この亀裂は、 整備時のパイロンと翼の接触に起因すると結論付けられた。事故調査でもう一つ焦点となったのはなぜ事故機が墜落したかということであった。通常、複数のエンジンを装備する航空機はエンジン1機が停止しても飛行が継続できるよう設計されている。事故時に分離した第一エンジンとパイロンは前方上側を回転して、 翼の上を通過するのが目撃された。残骸の調査結果からエンジンとパイロンが揚力面や操縦翼面にぶつかった形跡は見つからなかった。墜落直前に撮影された事故機の写真を解析した結果、尾翼やビ部への損傷は見られなかった。エンジン脱落による水力喪失や主翼前炎の破壊による左右非対称効果は航空機を 制御不能にするほどではなかった。そこで事故調査委員会はパイロン以下が分離した影響を詳細に調査した。DC-10 型機の第一エンジンはナンバーワン油圧系統の油圧ポンプ及びナンバーワン交流電源系統の発電機も駆動していた。通常のエンジン停止時にはこれらの油圧系統と電源系統は残りのエンジンによって 油圧と電力が維持されるように設計されている。つまり、油圧系統や電気系統の冗長設計により、第一エンジンによって駆動される機能が失われても、それが直ちに航空機の制御に影響しないよう考慮、されている。しかし、本事故では、パイロンもろともエンジンが分離したので、油圧配管や電気配線などが損傷を受けた。油圧系統では、 左主翼前縁を通る4本の油圧管が破損し、3系統ある油圧系統のうち2系統から油漏れが発生した。これによって、スポイラーの一部と左翼外側にあるスラットが機能しなくなった。スラットとは、翼の前縁の一部を前方下側に押し出すことによって、揚力を増やし、高い向かい角まで失速を防ぐ装置である。スラットは、 油圧アクチュエータによって進展され、制御バルブを閉じると、油圧作動液が油圧管の中に閉じ込められて、出し位置が固定される。事故を起こした DC-10 から10型機は、スラット出し位置を油圧だけで維持する設計になっていた。油圧管の損傷部位は、スラットを出し入れする油圧アクチュエータとそれを制御するバルブとの間であった。したがって、作動液が流出し、 空気力の過重によってスラットが押し戻され引き込まれてしまった。ただしそれ以外の動力はスポイラーの一部を除くと操縦翼面はすべて機能していた。電気系統ではパイロン内のワイヤーハーネスが損傷しその中には第一エンジンの発電機からナンバーワン交流系統への給電線も含まれていた。この給電線には残存していた。 給電線から電力を得る経路も用意されていた。しかし、発電機故障の影響が広がるのを防ぐための保護回路が作動し、ナンバーワン交流系統から供給される、ナンバーワン直流給電線、左緊急交流給電線、左緊急直流給電線への電力供給が断たれた。これらの給電線は墜落まで復旧しなかった。左の緊急交流給電線と、 緊急直流給電線は操縦室内の緊急スイッチによりそれぞれ回復可能であった。しかし回復操作が行われた形跡は見つからなかった。事故調査報告書では運行乗務員は失われた電力系統の回復操作をおそらく試みなかったとしており、その理由は緊急事態全体の性質が電気系統の問題より緊急性が高かった、または 電気的問題に対処する時間的余裕がなかったとまとめている。離陸から墜落までの時間がわずか30秒しかなかった点も指摘されている。電力が回復しなかったことによって、基調席のフライトディレクターと一部のエンジン定期が機能停止した。そして、事故調査報告書は、最も重要なこととして、失速警報装置とスラット不一致警報装置も、 作動しなくなったことを指摘している。フライトディレクターは、パイロットに操縦桿をどう動かすべきかを指示する飛行計器である。失速警報装置は、スティックシェーカーと呼ばれ、失速領域に入った場合に操縦桿を振動させて操縦者に警告を与えるものであり、事故機では、機長席だけに装備されていた。スラットフィッチ警報装置は、 スラット状態が左右非対称の場合に点灯する。以上の損傷の積み重ねで、次のような飛行状態となった。まず、左外側のスラットだけが引き込まれてしまったことによって、左翼だけ揚力が減少し、左翼が失速する速度が上昇した。すなわち、左翼だけが高い速度で失速しやすい状態となった。事故機の空気力学特性と操縦性は、 パイロットの意図しない状態となった。事故機は航空会社が規定したエンジン停止時の手順に従って飛行していた。機長席のフライトディレクターが機能停止していたことから副操縦士が操縦を担当していたと推察されている。副操縦士はフライトディレクターの指示に従いピッチ姿勢を維持した。この操縦は航空機を安全離陸速度まで減速することを意味した。 そして V2 プラス6ノット、時速約1 1トルまで減速したとき、機体は左に傾き始めた。この時の速度は159ノットであり、スラットが引き込まれた左翼の失速速度であった。コックピットから主翼とエンジンが目視できず、スラットの位置を示すシステムも停止していた。したがって、パイロットはスラットが引き込まれたこととそれによる、 飛行特性の変化を知ることはできなかった。電気系統の損傷により、失速警報装置とスラット不一致警告装置も機能しなかった。従って、左翼の失速が始まった時、警告はほとんど、または全くなかったと考えられている。失速すると、翼の周りの気流が剥離する。剥離した気流が、 後方の水平安定板に当たるとバーフェッティングという振動を生じ、これは失速状態を知る手段の一つとなる。しかし、事故機の左内側のスラットは正常に進展していたので、尾翼には剥離流が当たらなかった。さらに、フライトデータレコーダーによると、当時若干の気流の乱れがあり、 パフェッティングを分かりにくくしたとも推察されている。機体が左に傾き始めた速度は V2 プラス6ノットであり、運行乗務員は機体の失速速度より十分大きいと信じていたと推測されている。事故調査報告書は乗員が左への傾きが失速によるとは認識しておらず混乱させた。なぜならスティックシェイカーが作動していなかったからであると述べている。 フライトシミュレータを用いたシミュレータ試験が実施された。フライトデータレコーダーのデータ、事故機を模擬した風洞実験から得られた空気力学特性、そして事故当時の気象条件がフライトシミュレータに反映された。このシミュレータ試験では以下の条件が再現された第一エンジンとパイロンがなくなったことによる空気力学特性や操縦性の 変化左外側スラットの意図しない引き込みナンバー1及びナンバー3油圧系統の損傷また、失速警報装置は機能する場合と停止する場合のそれぞれがシミュレートされた。シミュレータ試験には13人のパイロットが参加した。シミュレータ試験では70回の離陸と2回の着陸が実施された。それぞれの試行において、 事故機のフライトデータレコーダーから得られた飛行状況を再現するよう試みた。シミュレータ試験の結果、159ノットを超える速度では非対称な左右の揚力を打ち消し、安定した飛行が可能であった。しかし、速度が159ノットまで下がると失速が始まった。この際、ロールの開始を失速と認識できた場合は、 多くのパイロットが機種を下げて加速して失速域から離脱し操縦を回復できた。ただし、この時のパイロットは本事故の状況を事前に承知していた。シミュレータ試験に参加したすべてのパイロットは第1エンジンと左翼を目視できず失速警報装置も働かなかった状況では事故機のパイロットがロール開始を失速と認識して失速から回復させるのは 合理的ではないと証言した。事故調査委員会も同じ見解を示した。スラットが左右非対称になった状態での DC-10 型機の離陸、着陸条件を見極めるため、アメリカ連邦航空局は追加のシミュレータ試験を実施した。墜落直前のスラットの状態を再現したシミュレーション飛行を行い、約84回の離陸と28回の着陸を 実施したこの試験では、失速警報装置とスラットフ一致チ警報装置は正常に機能させた。シミュレータ試験では、事故時と同じ飛行特性であっても、事故当時のアメリカン航空の手順に従って、着陸可能であることが示された。着陸侵入の最終段階における速度の余裕はわずかだが、 非常に危険というほどではなかったと FAA は結論付けている。これは飛行経路の調整などで必要な水力の余裕があり、利用可能であったからである。また、着陸侵入中に片側のスラットを失うことは操縦上の大きな問題にはならなかった。事故機のパイロットはアメリカン航空が定めたエンジン停止時の手順を 守って飛行速度を落としたことによって結果的に失速域に入ってしまった。もしパイロットがより高い速度を維持していれば墜落を回避できた可能性があった。国家運輸安全委員会は1979年12月21日に事故調査報告書を発行し、事故の推定原因を次の通り述べている。事故原因は 機体症な失速と続いて発生した機体のロールである。これは、第一エンジンとパイロンが離陸時に最も危険となる場面で分離したことによって、左翼外側の前面スラットが意図せず、引き込まれ、さらに失速警報装置とスラット、不一致警報装置が機能停止したことによって起きた。エンジンとパイロンの分離の原因は、不適切な整備手順によって発生した。 パイロン構造部の損傷である。さらに、本事故につながった要因として以下が挙げられる。まず、パイロン接続部の設計が整備時の損傷に耐えうる強度ではなかったことと、前沿スラットのシステムが脆弱であり、非対称な飛行特性を招いたこと。そして、連邦航空局の監視、報告体制が不適切な整備手順が実施されて、 いたのを発見し防止できなかったことと、FAA が事故前に発生していた整備時の機体損傷の原因を特定し周知できなかったこと。さらに、規定されていた運航手順が、本事故の緊急事態に対処できるものでなかったことである。事故機が制御を失ったのは、次の3事象が同時に起きたからである、左翼外側の前面スラットが引き込まれたことスラット。 不一致警報装置が機能しなかったこと、失速警報装置が機能しなかったこと、これらは個別に発生してもパイロットが制御不能になるほどではなかったが、本事故では飛行の最も重要な局面で同時に発生した。そして事故機の状況下では、パイロットは続いて発生する失速を認識することもそれを防ぐことも困難であった。 FAA の対空証明に必要な条件には、スラットシステムの複合故障は含まれていなかった。要求事項ではなかったが、マクドネルダグラス社は、エンジン1機の故障と変翼のスラット故障が同時発生した場合の故障モード影響解析を独自に実施し、記録を必要時に閲覧できるよう残していた。それによると、最も悪い飛行条件、または離陸の条件の時だけ、 危機的になろうと注意していた。そして、この条件が揃う確率は100億分の1未満と算出されていた。本事故の死亡者数273は、2021年1月現在でも、アメリカ同時多発テロ事件を除けば、アメリカ航空市場で最大である。左翼エンジンを失った191便がほぼ垂直に傾いて墜落していく様子と、墜落の爆発で、 火柱が上がる様子が目撃者によって写真撮影され、シカゴトリビューン紙に掲載された。事故発生から2日後の5月27日に事故調査に当たっていた NTSB のエルウッドドライバー副委員長はエンジンを翼に固定していたボルトが折れてエンジンが脱落したのが原因とみられると発表し、自ら折れたボルトを持って報道陣に公開した。当初は このボルトが事故原因と疑われた。FAA は5月29日以降の DC-10 型機の運行を停止し、問題のボルトを点検するよう指示した。また、アメリカ以外の航空会社にも同様の措置を取るよう勧告した。前日の通り、事故調査によって、このボルトは直接的な事故原因ではないことが明らかになった。一方で、 FAA が指示した点検によって複数の DC-10 型機からパイロン構造部の損傷が発見された。構造の欠陥による金属疲労が疑われたので FAA はアメリカの DC-10 型機に対して飛行停止とパイロンの点検を指示した。この点検で問題がなかった機体は飛行を再開した。一方で事故機と同様の亀裂が6機で発見された。 さらに、事故機とは異なる損傷も発見されたことで、製造会社の品質管理が問われる事態となった。同様の点検を実施した、ボーイング747型機や、ロッキード L-1011 型機と比べて異常が多かったので、設計不良も疑われた。1979年6月6日、FAA は DC-10 型機の形式証明の効力を、 緊急停止する命令を発行した。マクドネルド・ダグラス社は、この措置に異議を唱えたが、当時の FAA 長官ラングホーンボンドは、安全を優先すると述べた。形式証明の停止措置は、相互協定を結んでいた各国へも波及し、日本では DC-10 型機を運航していた日本航空に、対して運輸省が運航停止を指示した。本事故より前に、 DC-10 型機では貨物扉の破損に起因した大きな事故が2件起きていた。1972年のアメリカン航空96便貨物ドア破損事故と1974年のトルコ航空 DC-10 パリ墜落事故である。これらの事故ではマクドネルダグラス社の設計不良が避難された。本事故によって改めて DC-10 型機の安全性に対して 世間から厳しい目が向けられた。アメリカで乗用車、シボレー・コルベアの安全性問題など消費者運動に取り組んでいたラルフ・ネーダーは DC-10 型機を翼を持ったシボレー・コルベアと批判した。アメリカン航空は事故時まで DC-10 型機に施していた DC-10 ラクチャリーライナーのロゴ塗装をアメリカンエラインズラクチャリーライナーに変更した。また、 FAA の指導監督が不十分であったとの批判も上がった。ヨーロッパなどでは各国の規制当局の判断によって順次飛行が再開されたが6月26日に FAA はアメリカ領空内での DC-10 型機の飛行を禁止する規制を発行した。FAA は NTSB の事故調査と並行してマクドネルダグラス社、アメリカ空軍及び 民間航空技術者らの協力を得て DC-10 型機の設計が FAA の示す基準を満たしているかどうかの総合的な調査を行った。FAA は設計データの再調査、諸元や確率の再計算、生産記録の再確認、飛行試験などを実施し疑問点を一つ一つ解消した。その結果、日本では7月12日、 アメリカでは7月13日に飛行停止措置が解除され、合わせて短期間ごとに検査を行うことが指示された。結果的に主要な事故原因は不適切な整備手順であることが判明したが、DC-10 型機への世間からの信頼は低下した。1979年11月にフォークリフトを用いた不適切な整備手順を実施したという理由で FAA は アメリカン航空に50万ドルの罰金を課した。同様の理由で、コンチネンタル航空にも10万ドルの罰金を課した。1980年1月に FAA は調査報告書を発行し、同系機の主翼パイロンの設計に欠陥はなく、十分な強度を有することを認定した。本事故の後、重要な整備手順に対する FAA の監督体制が強化されたほか、 FAA から対空性改善命令が発行された。副操縦士席にもスティックシェーカーを追加し、いずれかの電源を失っても、左右両座席の失速警報装置が作動する、要改善指示が出された。また、意図しないスラット引き込みを防止するため、油圧系統への弁の追加指示が出された。さらに、パイロン構造部の安全性を向上させる指示も出され、 パイロン点検間隔の緩和も認められた。運航規定も見直され、緊急時には安全離陸速度を10ノット、時速約19キロメートル上回る飛行速度をとる、こととされた。ナショナルジオグラフィックチャンネルが放送している、衝撃の瞬間と、命令、航空機事故の真実と真相とで、この事故が取り上げられている。2011年に追悼施設が建設された。 本事故の常設的な慰霊碑は長らく作られていなかったが2001年9月11日にアメリカ同時多発テロ事件が発生すると本事故の風化を防ぐため慰霊碑建設を求める声が上がった事故で両親を失っていたキム・ジョックルとメロディー・スミス姉妹は事故の25年後から慰霊碑の建設を呼びかけた事故三十年後になってジョックルが教頭を務めていた シカゴの小学校を中心に本格的な資金集めの取り組みが行われた。彼らの2年間の活動によってアメリカン航空も2万1500ドルの費用負担を決め追悼施設の建設が実現した。施設は墜落地点から近いレイクパークに建設され2011年10月15日に除幕式が取り行われた。この施設は高さ2フィートの局面的な壁で囲まれた。 庭園である。壁はレンガ積みであり、レンガの一つ一つには犠牲者の名前が記されている。ありがとうございます。